種目、まあ、どの種目もそうなんですが、非常に孤独な種目なんですね。で特に400は初日から始まりまして、この最終日までこのランナーたちは節制するしかないんです。そうです。私もですね、他の選手が終わってもビールを飲んだりどっかに遊び行ったりって見ながら、羨ましいなと思いながら最後の種目まで集中してきました。で彼らも最後のこの日まで集中してきてます。で初めて、まあ、孤独でやってきた種目で初めてチームを組める、そういう意味ではこの 1600m リレーっていうのはですね、一種独特の雰囲気を醸し出すんですよね。選手村にはディスコもオープンしていますが、そのディスコにもこれらの選手は行くことはできません。 4×400m リレー、1コースにロシアが入りました。2コースがジャマイカ、3コースがケニア、そして4コースドイツ。アンカーはトーマス・シェーン・レーベ。87年、もう今から6年も前になります、87年の 400m チャンピオンのシェーン・レーベがアンカーを務めます。そして5コース、アメリカ、バルモン・マック・レイノルズ・ジョンソン。実はですね、バルモン選手、自分の彼女が800で走ってるんです。決勝トップを引っ張りました、メラデス・レイニー、彼女が彼女がですね、彼の婚約者なんですね。そうですか、で今回はですね、バルモン自身も世界新を出さなければならない、ということを世界選手権に来る前に言ってました。そうですか、6コースキューバ、アンカーはエルナンデス、89年ワールドカップチャンピオン。7コースフランス、 400m ハードル4位に入ったディアガナをアンカーに控えています。8コースがブルガリア、その中ではケニアがオチェング、ケンボイ、マチル、キトゥールと比較的メンバーは揃えていますが、おそらく勝つことは間違いありません。36億5000万人の夢を乗せて、今アメリカアンドリュー・バルモン一走がスタートしました。男子の 4×400m リレー、ちょっとアンドリュー・バルモンが抑えている。キューバから出ています、ガルシア。ガルシアがかかっと飛ばしている。もうフランスを捉えそうだ。キューバの手前がアメリカ5コース、アメリカのアンドリュー・バルモンが抑えていますが、ここでバルモンも追いかけていった。バルモンがキューバを追いかけていった。第3コーナーを回って第4コーナーに向かってくる。キューバが飛ばしているが、アンドリュー・バルモンも出てきた。アンドリュー・バルモンも出てきました。バルモン来た、バルモン来ました。第4コーナー回って直線に入る。バルモンがもうキューバを捉えそうだ。バルモン満の字してスパート。バルモンのスパート、もうアウトコース。3チームをかわしていく。バルモンが2走につなごうとしている。2走につなごうとしている。ワッツがコイコイと手招きをする。さあアメリカが取っています。バトンをつないだ。フィンシー・ワッツ、フィンシー・ワッツ44秒3できてますね。44秒3、バルセロナオリンピックより0秒2早い。さあ世界記録への夢がフィンシー・ワッツ、ここでオープンコースになります。フィンシー・ワッツ、すごい歓声だ、すごい歓声は。ドイツが今2位だ、ドイツが2位に上がっている。さあフィンシー・ワッツ、オリンピックチャンピオン、今回はシューズの故障で4位に余りした。フィンシー・ワッツ、フィンシー・ワッツが第3コーナーから第4コーナーに向かっていく。世界記録よりも0秒2早いタイムでバトンをもらっている。フィンシー・ワッツが第4コーナー回って直線に向かってきた。現在2位はケニア、ケニア、3位がドイツ。さあ先頭のフィンシー・ワッツ、アメリカ強い。 50m ワッツ早い、ワッツ早い、2位から交差になっている。さあワッツがぶっちり上げて渡す。ぶっちり上げて渡す。今バトンを戻った。さあ世界記録保持者ぶっちり、レイノルズ、ぶっちり、レイノルズ、ぶっちり、レイノルズがいった。現在2位はドイツ、現在2位はドイツ。ケニアちょっと
ケニア、3位がドイツ、アメリカ世界新記録、今大会4つ目の世界新記録、アメリカ夢の2分54秒台、2分54秒29、アンカーは42秒8で来ましたね。42秒台、素晴らしいレースです、素晴らしいレースです。36億5000万人全人類が今夢を見ました。新しい世界記録の誕生です。今回ですね、はい、アメリカ選手のすごかったのは、誰一人として手を抜いていなかった、はい、いつもならの変わります、はい、その